注目してほしいのは最初のタイトルの「歪み」と「腕に刻まれるナンバー」誰が主役なのかそしてあの女は誰なのか清水節の島歌も入ってますしかしこれは困った清水イズム満点だけど自分は清水監督の作品めっちゃ好きなのとわけわからんってなるのと分かれるのよ実は。番好きなのはディーネです え古いやつでごめん。でも好きなの。でね今回はどっちだったのって話をねコンセプトとやりたいことは汲み取れるんだけど生かしきれてなかったいや好きな要素は満載だったのよでもなーはいカタリアのシロナです。今回は2023年6月16日公開の「機械島」見てきました初日の「ナイトで見てきましたよ みんな期待してた夏前 J ホラーやね言わずと知れた村シリーズが話題になった清水監督の作品ですもちろん呪音から始まってるかなと思いますけれども島シリーズ第1弾となる予定です今回も三部作というかえシリーズになるんだよねえー、村シリーズが2月前後公開だったのでちょっと時間かけたのかなと思いつつなのですが 主演になにわ男子の西畑大悟くんそしてヒロインにえホラークイーンを狙ってるのかしらなえ山本美月ちゃんですほかにもおっと思うちょい懐かしい顔ぶれが出てきたりでにぎやかですそれをよしとするかは別ですが今回もパンフレットを買っておりますもちろんです価格は880円です今回もパラパラしながらいきましまう。こちら。 ストーリー相関図役者インタビューに島の地図あの島歌の歌詞や、えー、監督とスタッフの対談、えー、今回もムー特別号入りでビジュアルも多めですシリーズ通して劇場へ行く覚悟のある方は必ず買ってほしいパンフレットですあ島がシリーズになるか決定じゃないのかなでもみんな期待してるよね やってね監督はいあらすじは他の方にお任せしてストーリーの中でユタのおばあちゃんがいろいろ助言してくれるのですがつまりこの島は沖縄の離島ですロケ地は奄美大島となっております。いわゆるシャーマンというのは各地にいらっしゃいましてユタイタコイチコノロカミコ、アズサ美子地域によって呼び名は違いますが今も現存受け継がれている存在です 言わずと知れた今回は脳科学やバーチャル世界 VR ゴーグルなど現在の科学路線での話の中にまだ日本人に染みついた目に見えないものへの恐怖や信仰恨みや汚れ頭では否定していても心では否定しきれないあの世の存在理由と思いそんなものが入り乱れる世界軸は嫌いではないです。 今回見ていてい90年代一世風靡の J ホラー貞子やカイロのあの感じを監督自身自分も再現してみたいやるなら現代に置き換えてというような思いがあったんじゃないかと思ったり。 しかし生かしきれていなかったのは私たちがスクリーンで見ていること。これが VR ゴーグルでの体感ゲームだったりあの登場人物かっこモブの目線でずっと見ていられたならより音響や見せ方のトリックが生かされていたんじゃないかなと思ったり。 バーチャル世界での活動がほとんんどないんだよねそして島っていうのもあんまり活かせてなくて自分的には視界の演出は如月駅の方が成功していたんじゃないかなと思います設定上もねこのミスマッチをもっと活かせた気がしてならないのは否めませんですが清水監督職はよく出ていて村シリーズついてきた人はちゃんと好きなんじゃないかなとうん 懸命に古典なホラーを再熱しようとすする姿勢も感じられます冒頭のホラーシーンとか、ユタのシーン、ゾワゾワゾワっとできる怖いシーンもちゃんとあります。水の音が結構キーになっているのですが、効果音びっくり、飛び出しびっくりよりも、ゾワゾワっと後から来る気持ち悪さというか、怖さがあってよかったです。理不尽感というか、 虐待的そして強姦的シーンが含まれるのでそういうのが苦手な人は心して見た方がいいかもしれませんえこれはネタバレではなくそして見ない方がいいとは言いません心して見てくださいそうそうエンドロール見てて撮影メイク衣装とかの中にホラー担当ってのがあってなんだと思っていたんですがえパンフレットにも書かれていましたのでちょっと紹介いたします 牛首村の時からエンドロールにはあったらしいのですが、ホラー担当は川松直義さんです、えー。ホラー映画だけでなくゾンビコーディネーターの肩書きも持つ方で、インナキ村をはじめ清水監督作品のホラー描写担当の助監督だそうです。今回も幽霊の登場シーンや特徴設定など監督の考えを膨張させてスクリーンに投影する役割だそうです。 そしてそれを清水監督が現場や編集でいい感じに削るという具合だそうです。きっとホラー担当に任せていたら血みどろの望み物になっているんでしょうね。そうね、それをね、期待させるような描写が正直あって、あの笹野さんの、えー、無双シーンが来るのか、ユタの言葉通り、死人と狂人だけになる、ってのちょっと期待しましたが、えー、結末やいかに。ここから少しネタバレ。 劇中で島に伝わる忌まわしい伝説イマジョ伝説というののが出てきます。す。実はこの伝説、マジモンらしいですと言っても奄美大島の人も基本知らないある狭い地域にのみ伝わる伝説でご年配の方だけが異常に恐れ口にしてはいけないおぞましい話だそうです。 ストーリー上に出てくる居女伝説が実際に島に伝わる伝説と内容が完全リンクしているのかは不明ですがセットや衣装多分家系軸や絵巻物なんかの小物類もあくまで演出で完全オリジナルだそうですしかし男女間のもつれ忌まわしい臨時的事件や風習というのは昔は島に限らず移動手段の少ない閉鎖的生活区域では あったのだろうと思いますそうで、ね、ここからちょっと考察語りだから完全に見てないとわからない話をするんだけどラストよ自己犠牲的に今情をあちらの世に引き戻した主人公がああこっちで一人ぼっちだみたいないやお前人間嫌いだからそれを望んでたんじゃないのか えでもそれを人と共有したいっていうのは矛盾かななんて話をしていたけど、えー、メリーパッドエンド的に、えー、現実世界では主人公お亡くなりになっていた方がグッと来るぜ展開だったのに美月ちゃんが引き戻すいや主人公だしそうだよねと思いきやその後他のメンバーとの接触はなく2人船に乗って島を離れる描写で2人の腕が光るんですよ。あの主人公は 〇〇4そして、えー、美月ちゃんは CH なんたらかんたらごめん読みきれんかったんだけど多分そうだと思うんだけど何て書いてあったんだろうなのその美月ちゃんの腕の文字ってお父さんが赤い女女にに襲われたたシーンでその女の腕にもあった文字だよねごめん一瞬だからさ勘違いしてるかもしれないんだけど。 でもねだ,だ,だとしたらえ冒頭お父さんを襲った女あるいは「お父さんこの家で女の人と住んでた?」って言われてたその女って美月ちゃんの残像あるいは美月ちゃんって本当はもう死んでる存在いで先生とお父さんの関係がちょっとっていう雰囲気になるけど多分それは違くてえミスリードにもなってないけど。 お父さんが死んでから今女と称される存在がこっち側に出てきてから登場するキャラクターなんだよねミツキちゃんは。そしてミツキちゃんのことをそもそも知っている人物っていうのは島にはいないわけで、今女はあのまるで実体のあるようにこちら側に出てきている、触ることもできるから向こう側に引っ込もうとしているわけで、うんとね。 恨みで暴れ出す赤い女とはもちろん別人格なんですが美月、えー、ちゃんの立場もいまいちわからない、えー、謎に包まれた怪しい存在ですよねお父さんとのブレインシンクロニシティによって亡くなった井出先生も赤いワンピースを着ていたので幽霊ポジションが誰を表しているのかは、えー、と意図的に混乱させているのでしょうが、えー、自分にはねもやっと感が残っています。 この辺が清水監督的には理屈じゃないホラーだからということなんでしょうが解釈や考察結末を観客に丸投げししてている感じがしてなりませんよあくまで監督の筋書きはこうあるけどでもこう捉えてもいいし別の目線からも見られるかもしれないよぐらいの筋道は欲しいです。 サイサイラストのりんちゃんが三味線で歌って鳥居に向かうのだって意味はないんでしょなんか怖くない意味深じゃないってだけなんでしょ勝手にいろいろ考察してくれたらいいやん次につなげてもいいかな ?SNS チェックだぜ。なんじゃないのそういうとこやで、ね、たかしくん。 画面から飛び出してきそうなわギャーなシーンを入れられそうな場面はいくつもあったのに、それをしなかったのはとても良かったです。子供騙しのような安易なシーンがなく、古典的ホラーに徹しようとした、あるいは新たに再熱させようとしている姿勢に一票です。よく我慢した。多分ホラー担当が入れたであろうシーンを、 入れたいけどなと言いつつ削ったんでしょうね島シリーズ第2弾3弾には今、うん、しき風習や伝説思いがけず自分もやってたあれが実は的なパターンとか何を持ってきてくれるのか楽しみですそしてもう一つ今回の映画の主人公はもちろん西畑くんなんですけど主役は笹野さんやで 彼の生涯のリアルな惨めさと混沌とささやかな喜びそして復讐彼のの人生をどんな目で見るのか。彼が島の人から嫌われている理由もなかなか分からなくてえ知恵足らず的なキャラなのかと思いきや過去のことがあり村八分にされ大した教育も受けられなかったということでいいのかな 劇中の笹野さんの部屋とか鳥居とか掛け軸や絵巻小物類はかなり好きでしたそういった細かな部分は映画を見ないとわからないところなので是非大きなスクリーンで見ていただきたいです。自分を見逃した文字もということで声はこの辺で。 見た直後はどう話そうか迷っていましたがシナリオを書いている間にまんまと清水ワールドに引き込まれててきっと無意味な考察までしてどんどんどつぼにはまっている白ナでしたよ。そして CM の動画を見返して実はさらに困惑していまして CH から始まる文字はチーフだったかもしれなくてそうなると井手先生の腕であって赤い女の腕じゃなかったのか。 いやでもそしてみつきちゃんの腕の文字は本当は何だったのかこれはもう一回見なあかんやつですねはいはい、えー、見ていただきありがとうございます霊界ラジオ映画レビューではオカルトホラー関連を中心に語っております清水監督は8月にも新作「みんなの歌公開なので忙しい忙しいでしょうが楽しみにしております 新作映画の上映感がなかなか少ない場所からお送りしております。応援チャンネル登録いただけたら嬉しいです。え、シロナのやる気に直結します。はい、ではまたシロナでした。バイバーイ。